俳優です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はブライス国立公園に行く動画となります。ぜひチェックしてみてください。1時間ぐらい走って今休憩してます。壮大な景色で綺麗かなって思いますね。まあ、ずっともうこんな山の中をとりあえず抜けて次の目的地に向かっているんですけども、まだしばらくね、あと1時間2時間ぐらいはこの山の中を抜けていくのかなと思います。そんなに暑くなくてちょうどいい感じで、進めています。では次の目的地にこのまま進みたいなと思います。はい、ザイオン国立公園を抜けて今山を降りてきた感じですね。レストランがあったのでちょっと行ってみようかなと思います。ここはレストランっぽいんですけども、なんか絵が飾ってあります。昔から多分あるレストランなのかなって感じですね。東京は今夜中ですね。ジープツアーとかいろいろあります。ギフトショップもあります。ジュエリーがたくさんありますね。ユタのこれジャムですかね。いろいろあります。これは石鹸とかご当地アイテムがあります。ミントとかいろいろありますね。あとは置物とかよくどこのショップでもあるようなものがいっぱいあります。はい、今車でドライブしててコーヒーショップがあったのでアイスコーヒーをオーダーしました。ザ・ショップコーヒーというコーヒーショップで、これ何？これは、フラッペ。フラッペ。これはフラッペを小屋くんがオーダーしてます。結構雰囲気のいいお店でゆっくり休んで、これから目的地の方に移動します。はい、ブライス国立公園に着きました。今からビジターセンターの方に行ってどんなところがあるか聞いてこようかなと思います。ここはもう山の中プラス今日雨降ってるんで、今ねフーディー着て歩いてます。多分20度ぐらいしかない気がしますね。こんな感じでお土産屋さんもあります。模型がありますね。今はどこにいるんだ。ああ、ビジターセンターのところにいますね。はい、とりあえず中でちょっと見てきます。結構ね人がにぎわっていますね。ブロック、まあ今日のスケジュールとしてはここで おすすめの場所を聞いて、その後公園の中をどんどん進んでいこうかなと思います。お土産もね、またねこの山のマグネットがたくさんあります。ポストカードとかも結構ありますね。ナンバープレートかわいいですね。結構この辺は本とかも結構充実してて、T シャツがあったりしています。オリジナルグッズね結構充実している感じです。ここにはねポスターとかいっぱいありますね。ブライスキャニオン、こんな感じでお土産がたくさんあります。アパレルもね結構あって、 T シャツとか
ウィンドブレーカーとかあります。ここには骨なんですけども、昔ねこういう大きい魚がいたっぽいですね。これは国立公園の模型があります。本当ね広いんでパッてすぐには見れなくて、何日かね日数を要する感じだと思います。ここにはねフィギュアがあります。かわいいフィギュアです、まあ、こういう感じでディスプレイでも紹介されています。はい、はい、ブライス国立公園の一番上ですね。上というかすごい景色がいいところに来ました。ここが一番高いところで、もうすでにちょっとね素晴らしい景色が見えているんですけども、こんな感じの最強の絶景ですねが見えます。さっきまで雨降っていたんですけども、今はちょっとね雨が止んで、まあ、若干雲あるんですけども、でもすごい景色がいいところです。こんな感じの、もう下はね崖ですごい急なんですけども、大きい木が生えています。まあ、ロサンゼルスからだいぶ走ったんですけども、無事着いてよかったかなと思います。ちょっとハイキングコースがあったので軽く回ってみようかなと思います。もうね左側は絶景でかなりね手すりもないんで落ちたら終わりなんですけども、こんなところをね今ね歩いてます。なんか山火事がねあったみたいで、木がねこう燃えてる木とかもあったりするんですけど、まあ、これもね自然の力なのかなって思って、すごいなと思いますね。もうあんまりね山火事とか全然普段自分生活してるところからすると全く関係ない未知の領域なんですけども、こうやってね大自然の中を歩いていくと山火事も起こるんだなって思いますね。小屋くんが危ないところで休憩してますね、ここにねベンチ置く時点でだいぶ、非常識ですよね。まあ、でも最高の景色なんで、ここでお弁当食べたら美味しそうですね。こちらも新しいビュースポットに来ています。すごい絶景ですね。絶景以外の単語がなかなか見つからないんですけども、素晴らしい景色ですね。自然の凄さを、ね、圧巻されます。はい、今日の宿泊先のホテルに着きました。これからチェックインなんですけども、ブライス国立公園の中にあるロッジに今日は泊まろうかなと思います。結構綺麗なところで、なおかつそんなに部屋数も多くはなさそうな感じでいい感じかなと思います。とりあえず中に入ってチェックインしてこようかなと思います。今日はねそんなに移動せず比較的のんびり動けているかなと思います。昨日はね結構移動したんですけども、今日は、まあ、2、3時間という感じで移動してます。渋めな感じのロッジです。暖炉があって、アンティーク調のソファーがあって、ウッド調の綺麗なねロッジかなと思います。とりあえずチェックインしてこれからゆっくりしたいなと思います。はい、無事にホテルに着き
きました、まあ、ホテルというかロッジですね。ロッジに着きました。で入り口入って右側に洗面台があって、その奥に、シャワールームがあります。で中に入るとベッドが2つあります。であとここには棚があって、まあ部屋の大きさ的にはね全然2人で問題ないかなと思います。壁にはブランケットが飾ってあって、ベッドもウッド調の渋めのものが置いてあります。でここから外に出れて、20度はですねこれ、バルコニーがあります。はい、まあ、このバルコニーは椅子が2個あって、テーブルがあって、もう目の前はねこう森が広がっている感じですね。非常にゆっくりできそうなので、朝ねコーヒーとか飲むといいかなと思います。とりあえずこれからゆっくりして、夕食を食べに行こうかなと思います。はい、夕食はこちらのピザプレイスでピザを食べようかなと思います。結構ねローカルなお店なんですけども、もうホテルから20分ぐらい車を走らせてきています。でもう車もいっぱいあって、結構ねにぎわってるお店かなと思います。ちょっとこれから並んで、ピザを食べてこようかなと思います。はい、ハワイアンピザが到着しました。めっちゃ美味しそうで、大きさは10インチですね、25センチですね。でもうシンプルにパイナップルとベーコンがチーズの中に浮いているっていう感じです。すごい食べ応えがありそうです。あと、ピザといえばビールが飲みたくなるので、ハイネケンもオーダーしました。こちらと一緒に食べていきたいなと思います。